ちょっと撮影しながらやってたんですよ。ちょっと撮影してまして、あ、すみません、ちなみにキャンプ場、キャンプ場なんか利用するとか。あ、キャンプ場は無料。無料、うん、あ、無料なんすね。バンガローは、うん、あ、なんか書いてましたね。あ、キャンプ場行くと、キャンプ場は行けば、ここの舗装道路を行くと、うん、右側に、はい、あのキャンプ場入り口っていう看板あるんですよ。あ、表の手前ら、あそこのところら、はい、あれが舗装道路になりますね、はい、で、赤い屋根があればバンガロー。あ、はいはい、ありますね、うん、で、あの向かいがこう広場2つあるので、はい、そこがキャンプ場になってる。へー、もう利用してる方っていうのも来てます。だ、今帰ろうとしてる人2組今いるんだけど、昨日、うん、4組だからここに一応入ってきて、うん、キャンプいつもテント張って。え、お父様はここにいて、月曜と木曜休み。あ、わかりました。私ちょっと日がよかった。土日、うん、土日は遊びに来るから、はい、あ、そう、ここは閉めれないの。ああ、なるほど。来るから、いや、そうですよね。あ、平日はちょっとあれだけど。なるほど。だからここで、あの、申し込み申請書いて。あ、はい、申請する必要があるんですね。あ、なるほど。そうそうそう。あと、お父さん、すごいです。これ石倉山名物の。これなんすか、これ名物って言えるもん。だって石倉山と全部書いてる。この人が、加藤邦夫さんっていう方、はい、この向かいにいるんだけど、いたんだけど、はい、亡くなってんのよ。あ、そうなんですね。去年。へぇー。で、ここへこう。あ、もしかして絵もこういう。そう、絵も全部こう。へぇー。このステンドグラスとか、この木彫りとか、ちょっと僕のくしゃぶる。で、趣味でこの先も、あ、すげえ。35度の焼酎に、ちょっと待って、これ山ぶどう入れたりして、あ、こういう感じでな。すごい。で、熟成酒で、でこれをこれに移して、あ、手作業。酒造許可が必要なんで。あ、そういうことか。だから友達に送ったり。趣味のあれだ、趣味の工房で作ったの。じゃあ、お父さんともっと長くなれば、俺みたいな人に、うん、はい、だから今これどうするよとか、なくなったもんで全部倉庫整理して、で息子さん、これこんだけあったってしょうがねえなってことで、いやいや、これここへ置いて好きな人がいたら。先行台ぐらいを置いて、あ、気持ちいい。あ、なるほど。先行台ぐらい、それを、まさかね、まあ、いくらか気持ちをそこに、ここに入れて、で、100円でも200円でも入れて、で、そうすると、なんかこう飲んでっていうか、そう、これ持ってってもらって、持ってってもらう。美味しかったら、また来て、おっと、じゃあこれ300円の価値あるなと。決めるのはなった。入れればいいんじゃない？ただ俺がそう言ってるだけ。なるほど、すごい。いやでもすごい、すごい種類ですよ。だってコハジャとか、アケビとか、いやね。これどんな味するのかすごい気になりますよ。山ぶどうとか食べることあるけど、こういうのはあの、うん、ユーパルでもたまに売ってる時あるね。山ぶどうはね。ポケとかさ、アケビ、山ってか、チンとけってか、これさつまいもでね、俺そんな気なしてるんだと思う。はい、これがその効能っていうか、説明でございますが、ただ1日に飲む量が決められております。それくらい大さじ1杯だ、あんまり良くなってる。あ、なるほど。ちょっとあれなんだよ、効き目すぎるからちょっと入れていきましょう。ポッポーって何すか。ポッポーポッポーってあのポポの実でないの、あのポポの実上昇法。こういうポポって伸ばすのがちょっと分かんないけど、1位だって知らねえし、1位の1位だよ、ほら。なんか1位とかってあるらしいね。ほら、ただの梅じゃないんだよ。梅っしゅ梅っしゅ梅っしゅって、あの梅っしゅちゃんとほら、梅っしゅ。いや、そういうこと、そういうところね。女の人が来るよ、このラフランスいいなって言うね。あ、そうなんだ。人気なのは減ってるんだ、ほら。そうなんだ。もうないところもあるもん。早いもの勝ちみたいな。なんかあったんだよ。ほら、なんかあったんだ。危ない危ない危ない。どうする？買い占める？で、150本ぐらいあったんだけど。そんなあったんだ。すげえ。これは
来ないと分からなかったね。そうですね。じゃあ楽しみが増えましたね。増えた。まさか1ヶ月後に1ヶ月後に行かないから。まあそうですね。ただね、ただあるみたいな方針。新物同士の話でね。ああ。いやこれはちょっと、これはちょっと期待が膨らみますね。これクスンって言えばこれクスンプン入ってるのこれ。お。そうだと思ってたよ。すごい。これクスンプン。高級な酒みたいな。金って書いてある。クスンプン入れって書いてある。誰もなくね。お土産の友達とプレゼントとか。なるほど。じゃあ管理棟に来て書いて、そうすればまあ車の置く場所とかもいろいろ聞けて、車の置く場所まあまあここら辺にあるんですか、とか全然違うところに、いやもう駐車場って本当はここへ降りて荷物を置いてここへ車を置くんだけれども、人数が足らなければ例えばこの丁字路のこう遊歩道で人が歩くだけだから、ここに車3台ぐらいこう横に止めれるから、そうするとこの遊歩道俺が点検に行く時も邪魔にならないから、あとはこの炊事場の横ここにも1台置けるから、あとどっかにも、あとは下のキャンプ場のところを一部開けて車入れさせるようにするとか、あそれがいいかもしれない。キャンプの上で、そこはまず来てからだね、だから雨降らなくて地面がちょっと固めだと車入れるけども、柔らかいと突っ込んでしまうから危ないもん、ね、状況によって判断する、さすが、山菜も、山菜もね、すごい取れるという。それ怒られるんじゃないの？怒られる。山菜はまずよく全部伐採した後だから、木はちょっとあるですね。ここの沢の中は入られないけど、あんまりな、なるほど。水場所とかから保護してるから、見た目といえば水場所もよくね、見かける。だからたまに回って歩かねえって言うよ。ああ、おばさんもさ、リュックサックしよって。そっか、いるか。そうですよね。よくね、よく言います。危ないね。私はお花とかはできないから、あまりそんな興味はないんだけど。綺麗には綺麗だってわかるけど。わかりました。わかりました。じゃあちょっと行ってきます。はい。ちょっと行ってみます。ありがとうございます。ザル飯だから、はい。はい。お、すごいすごい。いや、まさかこんなことが、俺なんか持ってる？全て俺の。もうキャンプへの繋がってるんじゃないですか、ちゃんと。あ、本当だ、なんか。まさかね、まさか今日こんな撮るとは思わなかったっすよ、もう。最初あそこで終わりだと思った。終わりだと思った。もう、あどうちょっと撮るか、つって来たらこんな、こうです。ちょっとすごい。よし、じゃあ行きましょう。よいしょ。キャンプ場はこちらでございます。さっき言いましたもんね。ですキャンプ場入り口を曲がるとこ、よいしょ。はい。え、なんかキャンプしてる人いるっていうからね、あまり見やかな、まあそうですね、行きましょう。じゃあ車で降りていくですか。管理棟に一回許可をもらってから、まあ、下に降りるということですよね。ということですね。しかも利用料はタダです。利用料タダ、タダだよ。あ、キャンプはテントね、テントだけで。あ、炊事場、あ、炊事場もちゃんとありますね。水出なかったよ。なるほどね。なんかそういうでキャンプやってる人もいるし、ある歩きます？じゃあ歩かせて、歩付き合って、しっかり水出るし踏めんのかな。すごい。トイレも、トイレもあります か、ね、ちょっと中のもあれ確認しよう。ちゃんとトイレちゃんとなってるか、しっかりちゃんと整備されてるトイレだと、あー、そういうことか。ほら、あそこさ、あ、トイレもしっかりあって、なんかで、バンガローもしっかりこうね。ってかもう結構いるんだね、人。なんか何人も
なんかいたよって言ってましたよね。いいね、ただだ、ここだからいいかな、うん、ね、地元の人もね利用しやすいですよね、ただとかだったら、うん、うん、まあどこも安いっすからね、まあですね、うん、やろうと思えば、ね、うん、まあいろいろねそれぞれなんか、あ、でもここ練習すごく素晴らしい、うん、ちょっとね気になる、うん、ちょっと初めてのソロキャンプ早く外で、これ大自然だったら迷惑かかんないしね、小さい松ぼっくりもね落ちててね、これが燃えるのよ、あ、燃えるんだ、これがいいの、着火剤、そうなんすね、これ覚えた俺、なんか泳いでんだ、あらららら、あ、ほんとだ、ちっちゃい、ね、こいつはね、こうやってあれここの捕食できるんでね、ここのやつ釣ってなんか泳いでますけど、なんか汚ねえ、でもちょっと待って、これズームしたやつ見て、こいつさん、これでかいオタマジャクシじゃない？あれ魚じゃなくないですか？でけすぎねえか？ほら見て、これ魚？え、なんだ？あ、オタマジャクシか、なんかヒレこうフィーって長いのが、こいつさんでかいオタマジャクシ食えるよ。栄養価あるかな、いやちょっと気持ち悪いな、まさかの魚ではなかったっていう。でもここにじゃあバスはいないんだ、いないんじゃない、あれつら食べられるよね、大抵いそうだけど、いや俺だって魚じゃなかったよね、ちょっとびっくりしたね、気持ち悪い形してた。ちょっと喜んだくないね、後悔してる。でもまあ今回の動画で一番面白いとこ撮れた、よいしょ、よし、キャンプ場地はここです、この下、ここにしました、この下でやります、やります、ぜひその時の動画ご覧ください、それではまたその時までね、それまで道具集めないと、少しずついろいろあるけどまだ足りない、いろいろ買ったっすもんね、いろいろ最初の方で紹介したやつね、はい、あれでもまだ足りないので、まだ見せてないのもあるし、まあお楽しみ、そんなハードル上げていいっすか。7割は集まったから、まだおもの、まだまだ面白グッズがじゃあ出てくる、なので当日またお会いしましょう、はい、それでは以上石倉山キャンプ場からでした、またねー。